アメリカ合衆国国防総省は、アメリカの行政機関の一つ。アメリカ軍の八部艦組織のうち、沿岸警備隊、アメリカ公衆衛生局士官部隊、合衆国海洋大気局士官部隊を除く、陸軍、海軍、空軍、海兵隊、宇宙軍の5つの軍を参加に収める。英語名称は諸外国の国防省と同じ、デパートメント・オブ・ディフェンスであるが、陸、 海空軍各省の統括組織であるため、和訳では国防総省と呼ばれる場合が多い。2015年現在、同国の官庁の中で最大規模の組織となっている。本庁舎は五角形の形をしていることからペンタゴンと呼ばれている。アメリカ合衆国大統領の官邸組織がホワイトハウスと呼ばれるように、ペンタゴンという名称自体が国防総省を指す故障となっている。 国防総省の本庁舎はワシントン DC の外閣部ポトマック川を越えたバージニア州アーリントン郡に所在する。通称ペンタゴン。法律では元将校は退役してから7年間は国防総省の要職に就くことが禁じられている。国防活動の調整の提案は1944年に会員に最初に提出された。陸軍、海軍及び 統合参謀本部による計画は1945年に提出され、1945年12月19日、トルーマン大統領による会議への特別教書で、国防に関する統合部門の設立が提案された。提案は会員に1946年4月に上申されたが、権力の集中に対する反対により、海軍事務委員会での公聴会によって遅れた。 トルーマンは結局1947年2月に会員に対して新たな提案を行い、それは数ヶ月にわたって討議、修正された。1947年7月26日にトルーマンは国防法案に署名した。同法案によって1947年9月18日に国家軍政省が発足し、初代国防長官にはジェームズ・フォレスタルが就任した。 同省は略号の NME がエネミーの発音に似ていたため、九百四十九年八月十日に国防長官には陸海空三軍に対する強大な権力が与えられた。七百八十九年に設立された旧陸軍省が九百四十七年に継承された陸軍省と七百八十年に設立された海事部が1798年に 名称変更した海軍省及び1947年に新設された空軍省を参加に持つ。よってアメリカの行政機関の中で唯一省の内部に省を有する官庁である。衝突現場2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件においてハイジャックされたバージニア州ダレス発ロサンゼルス行きアメリカン航空77便が9時38分に 国防総省本庁舎に激突した。乗客、乗員59名とテロリスト5名は全員死亡。離着陸時の事故と違い、高速で建築物に激突、炎上したために、機体の残骸はほとんど原形をとどめなかった。ペンタゴン職員125名も死亡した。激突の瞬間の映像は、ペンタゴンの駐車場の監視カメラによって記録された。また、 付近を通行中の多くのドライバーや歩行者によって激突の瞬間が目撃された。組織図群司令部所省エリア国家通信システムは2003年に国土安全保障省へ移管。情報通信分野では内局にあった高等研究計画局はインターネットの原型である a r p ネ n e t を開発し、現在インターネットの基礎プロトコルである TCP、IP を開発した。 また現在多くのオペレーティングシステムのマイクロカーネルとして利用されているマッハを開発した。さらに知られている技術では GPS を開発した。最初は軍事用として利用されていたが、現在は民間用に開放されている。ありがとうございます。